皆さんこんばんは。ヤミーのレシピ帳、今日の1ページはこちら。今日は子供から大人まで大人気のナポリタン。どこか懐かしさを感じさせてくれる一品です。まずは麺を茹でます。麺を茹でている間に具材を切ります。味のベースとなるトマトケチャップは水を合わせて混ぜ合わせておきます。ヤミさん、トマトケチャップを直接入れるのとでは何か違いがあるんですか？そうですね、水を加えることで麺がベタつかずしっかり馴染んだ味になるんですよ。なるほど、ちょっとした一手間で仕上がりが変わってくるんですね。ちょうどパスタも茹で上がったみたいですね。麺をしっかりと絡めるようにして、油を絡めるようにして炒めます。麺に油が馴染むまでしっかり炒めるのがポイントです。そうすると麺がプリッとなって美味しくなるんですよ。ナポリタンはね、炒めるのが美味しいですね。しっかり炒めた方が美味しいです。トマトケチャップの鮮やかな色が食欲を刺激します。はい、こちらで出来上がりです。日本生まれのナポリタン、ちょっとしたコツでさらに美味しくなるんですね。早速試してみます。ヤミーのレシピ帳、来週もお楽しみに。今日のお料理、あなたのレシピ帳にもいかがですか？もっと長野をホットに、長野都市ガス